武漢か南海戦卸売市場は中華人民共和国国北省武漢市向管区に所在する生動物及び魚介類を扱う市場。世界保健機関によって新型コロナウイルス感染症との関連性があるとする声明がなされたことでメディアの注目を集めた。2020年1月1日に感染拡大の予防のために閉鎖されて以降再開されていない。 観光駅の付近にあり、面積は5万平方メートルに及び、1000店舗以上が収容されている。武漢は元より、家中において最大の市場である。その一方で、市場が不衛生であるとする報告もある。武漢市場は海鮮市場としても知られているが、元来は需要の大きい家金やエキゾチックアニマルを取り扱う市場として有名であった。 市場で取り扱われている野生動物を含む112品目の価格表がネット上で出回っているが審議のほどは不明である。メディア報道によると市場では以下のような品目が取り扱われている2019年12月武漢市において肺炎の集団感染が発生した。暫定的な調査報告では肺炎患者の大半が市場への来訪者か市場で働いている 従業員と関係があるとされた。まもなく患者の一人の検体から肺炎は新型コロナウイルスによるものであることが特定された。サーズコロナウイルスやマーズコロナウイルスなどと同じく新型コロナウイルスは動物の体内を循環しており、市場での人との接触を通じて人に感染していったと考えられる。様々な動物が売買されていた中でもヘビやコウモリなどが 発生源であると考えられている。人から人への感染も確認されている。中国国内外に感染者が拡大しており、死亡者も多数出ている。感染拡大を防止するため武漢や近郊の都市の公共交通機関は閉鎖され、該当地域からの移動や訪問は規制されており、世界各国では武漢近郊地域からの訪問者に対して、 国境や空港でのスクリーニング検査が行われている。2020年1月1日、肺炎の集団感染の影響により、衛生当局は市場を感染拡大防止のために閉鎖した。ありがとうございます。